ジンガのゆういちゃん。かずみさん、俺くらいになると、女の子と手をつないだ後、必ず手の匂いを嗅がれます。だって、ゆういちゃんのおにぎり、玄米っぽくなっちゃうんでしょ？ラジオネーム、トラックのりのり。かずみさん、俺くらいになると、コンビニでカップラーメンを買おうとすると、店員さんがナイスタイミングでポットに水を入れ、ニヤってされます。確信犯だな。ラジオネーム、タピオカヒロシ探検隊。かずみさん、私くらいになると、図書館で本を借りると GPS をつけられます。信用されていないっていう。ラジオネーム、ノコギリおやね。かずみさん、ランニング歴10年余りの俺くらいになると、走っている途中でご近所さんに出会うと声をかけられ、こう言われます。ウォーキングですか？走ってんのにな。ラジオネーム、ジェットエンジントーマス。かずみさん、俺くらいになると、道端で犬の糞を踏んでしまい、靴底をズリズリしながら歩いていた姿を見られただけで、近所のおじいさんからこう言われます。お、すり足の稽古かい？ラジオネーム、ウッピュ。かずみさん、俺くらいになると、銭湯の番頭のおじさんにこう言われます。温めますか？お風呂が沸いていないっていう。ラジオネーム、七日市の板金野郎。かずみさん、とても親孝行な俺の彼女くらいになると、毎週末、実家のある歌舞伎町に帰っていきます。だから彼女じゃねえんだよ。ラジオネーム、ごげ松。かずみさん、俺くらいになると、エレベーターで一気に登ると、乳首がキーンってなります。どんな感度だよ。ラジオネーム、デイクインパクト。かずみさん、俺くらいになると、運転中にキャンピングカーとすれ違うたびに、全く知らない対向車のキャンピングカーから、プープーとクラクションを鳴らされます。あ、仲間のキャンピングカーだって。乗用車なのにな。それでは、審判の時です。ラジオネーム、ダロ。かずみさん、俺くらいになると、ガム食べるって差し出されると、指パッチンじゃないか慎重になります。パッチンって外れあるからね。警戒してんだな。さらにだろ。かずみさん、俺くらいになると、居眠りしている人のビクってなるのを見て、ビクってなります。どんだけビビってんだよ、お前。ガンってなって。ラジオネーム、ダロ。かずみさん、俺くらいになると、黒ひげ危機一発ゲームは、黒ひげが飛び出す瞬間より、剣を刺す時の方が声がでかいです。刺す時に、あーって。最後もラジオネームだろ。かずみさん、俺くらいになると、観光地の高い橋で舌をちょっと覗き込んだだけなのに、周りの人が慌てて肩を抱え込みます。だろ、よくやった。ブラックリスト決定。やべえ。居眠りしてる人のビクって何ビクってやべえ。だろ、ブラックリストのステッカー送るから、郵便番号を含めた住所とか、名前とか電話番号もろもろ送ってきて。